このそば。なんであんたを置いてきたのに、こんなにアンデッドに絡まれるんだよ。もしかしたら私たちはアクアといつも一緒にいるので、移り画のようなものをまとっているのかもしれません。あいつはこの場にいなくても迷惑かけるのかよ。君、戦いに集中した方がいいよ。敵の中に魔法を使える中級アンデッドが混じっている。私に任せて、ライトオブセイバー。私も撃っていいですか？撃っていいですか？ダメだ。今爆裂魔法なんか撃ったら全員巻き添えになるだろう。確かに外傷はないみたいだな。何かの魔法を食らったように見えたけど、外れてたのか？いや、魔力に乱れがある。これは魔法封じの呪いだね。24時間は魔法が使えないだろう。魔法が使えない？爆裂魔法が撃てないってことですか？お預けですか？お預けなんですか？そうなるね。それはそうと、ユンユン、残りの敵を弱らせていこうか。ちょ、私は放置ですか？エクスプロージョン！ああ、何も出ません！そんな！エクスプロージョン！姉ちゃん、うるさい。撃ちたい！撃ちたい！撃ちたい！痛いよ、めぐみ！叩かないで！我慢が辛いのは分かったけど、ユンユンに当たるなよ。お前の様子が気になるからって泊まりに来てくれてるんだぞ。カズマには分からないのです。コウマ族は魔力を溜め込みすぎると禁断症状が起きるんです。また適当なこと。この辛さを耐えられようか。いな、こんなの辛すぎます。今すぐアクアを呼んで呪いを解除してください。いや、私だけでもアクセルの町に帰ります。もう夜だし我慢しろよ。明日の昼には魔法封じが解けて撃てるようになるはずなんだから。何を悠長な。そもそも私がこんな体になってしまったのはカズマのせいなのですよ。姉ちゃんの体はカズマの責任？うおい、妹にあらぬ誤解を抱かせるな。このやりきれない思い、カズマにぶつけます。うっちゃー、貧弱なカズマでは抵抗なんてできませんよ。やべ、こら、馬取りになるな。目が怖い。抵抗しても無駄ですよ。向いてあります。激しく向いてあります。向くって何を？服？それとも別の何か？黙ってください。今の私はたまりにたまって爆発寸前なんです。カズマ、何とかしてください。ねえ、お前何言ってんの？しかもどこ触ってんだよ。姉ちゃんは欲求不満。カメッコー、そんな言葉どこで覚えたの？うわはは、教育に悪いから見ないで。いやー、カドスマ。爆裂。え？もしかして魔法使えないと本当に体がおかしくなるの？コウマ族って。はあ、カズマ、もう我慢できません。わかったよ。もうすぐ24時間だ。里から離れたし、ここなら大丈夫なはずだ。めぐみ、頑張って。もう少しだから。ふむ、昨日呪いを受けたのと同じ時刻、約束の時が来たようだ。メグミンの封印が解ける。来ましたよ。エクスプロージョン。爆風が、すごい。
いつも以上の威力じゃないか。眼下に広がるは怪人の荒野か。ふぅ、すっきりしました。めぐみ大丈夫です。いつもの魔力切れです。カズマ、おんぶしてください。ふぅ、毎度毎度面倒なやつだな。だけど今日の爆裂魔法は満点だ。ありがとうございます。我慢して我慢して、その果てに打つ爆裂も悪くありません。ナイス爆裂。このスッパー